はあ、お腹すいた。何情けない声出してんだってばよ。ナルト、いいわね、あんたいつも気楽で。逆にイノはヘロヘロだな。そりゃそうよ、ここんとこご飯食べてないもん。え、なんで？なんでって。ああ、ダイエットか。あんたにはわかんないでしょうね。ま、頑張ってくれってばよ。ちょっと待ちなさい。なんだよ、あんた暇そうじゃない。ちょっと私のダイエットに付き合いなさいよ。え？今は時間があるし、いいぜ、手伝っても。いい返事じゃない。で、具体的に何をすりゃいいんだ？要は、体を動かせばそれだけ絞れるわけよ。だから。だから？組手をやるわよ。へえ、それなら俺でも役に立てそうだな。いい？ただやるだけだとダメよ。いくつか条件をつけてやるわよ。そっちの方が頭も使いながら戦えるしね。オッケーだってばよ。それじゃあ組手は演習場でやりましょう。ちゃんと着なさいよ。始めようぜ。気合い入ってるじゃない。それじゃ行くわよ。
絞れた気がするわ。やったな。よし、この調子でもう一戦行くわよ。あ、こんなとこにいたんだ。さくら、なんかよ。あのさ、時間があったからお菓子作ってみたんだけど、いいの、味見してくれない？え？結構うまくできたと思うんだけど。ちょっと今は。ほらほら、絶対美味しいって。ほら。ちょっと待った！そのお菓子、力ずくでも俺がもらうってばよ。ナルト？最後のさくらちゃんの顔、まるで鬼だったってばよ。ダイエットはこれくらいにしましょうか。あんたも疲れたでしょ。お、イノが優しい。こう見えてもあんたに感謝してるのよ。ナルト、今回はありがとね。一応お礼は言っとくわ。イノもさくらちゃんもどっちも凶暴になったよな。